テープカット、どうぞ。施設は福山市南部の常一造船の敷地内に設けられた水素エンジン R&D センターです。2階建て施設の1階には水素エンジンの性能や出力を試験するテストベンチ室を設けています。現在はこちらの緑色のエンジンを備えていますが、入れ替えることで様々な試験を行います。最大出力4000kW まで対応可能です。配管から水素が供給され、重油や軽油といった従来燃料と一緒に燃やして出力を確かめるそうです。こちらは水素ステーションです。2025年1月完成予定で整備が進んでいます。完成後は水素を積んだトレーラーから専用の機械を経て船舶に供給されていく拠点になります。これらの施設は常石グループなどが出資するジャパンハイドロが整備しました。現実的に使える水素エンジン、これの普及を加速させていきたい、そういったことで日本の水素社会の実現に貢献したいというふうに考えています。脱炭素社会の実現へ大きな一歩となりそうです。